サーランセの会の三国テーマ動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は軍団生ダイアリーなんですけども、対戦軍団がですね戦国さんになっております。ちょっと昔話させてもろてもよろしいですかね。僕が今所属してるサムライジャパンに入団したんがですね、僕の記憶が正しければ2016年の春ということになるので、入団してから丸4年が経つということになっております。まあ僕軍団紹介という企画を動画でやってたので1年ぐらい抜けてる期間があるんですけども、それでも僕がサムライジャパンに入団した時にすでに、所属してたという人がもう誰一人いなくなってるという状態で、気がつけば最古参になってたっていう感じなんですよね。まあ僕の記憶が正しければということになってるんですけど、でその前はもう全然本当に無名の軍団に所属してまして、でちょっとやりがいが感じられんと、もう少し上の軍団でやってみたいなということで入ったという感じなんですけど、そこで全然自分の腕が通用せえへんということで先行やりだしたっていう形になってるんですけどね。でそのサムライジャパンに入ってから3ヶ月ぐらい経った時だったと思うんですけども、役職が全員抜けたんですよ。でもう人数もその役職の方が抜けたせいで30人ギリギリみたいな感じだったんですよね。で皆さん想像してもらいたいんですけど、自分が所属してる軍団の役職さん、団長副団長軍師が全部抜けたらどうですか。もう崩壊してるって言うてもええぐらいやと思うんですよね。でそんな状態になったんですけど、その3ヶ月ぐらいの間でまあ仲良くなった方もいますし、なんか他に行く気にもなれなかったので、じゃあ立て直すかということでね、いろいろ立て直しに、まあ、力を入れてきたんですよね。もう天部のゲームを楽しむというよりはもう勧誘ばっかりしまくってたという形です。まあ個人的にというよりは大衆チャットですね、あっこで呼びかけまくったりとか、友達を探すで、軍団に所属してない人を見つけたらその人にフレンド申請してコチャするとか、そういったやり方で、必死に勧誘してきました。ずーっとそれがね続いてね、もう常に30人ギリギリのラインでもう崩壊寸前みたいな状態で経営し続けてたのが侍ジャパンということになってるんですね。でその言うたら役職が全部抜ける前のうちの軍団って言ったら、その軍団戦とかでね強い相手とかが強い相手と当たったりしたら、もうちょっと今回は流しましょうかみたいなノリの軍団だったんですよね。せっかくやるんだったら真剣にやったらいいのにとか言って思いながらね、まあそういう方針なんだったらまあ流してやろうかみたいなね、感じだったんですけども、そんな軍団だったのが今やですね、この日本一との声も高い戦国さんと対戦するみたいなね機会を得ることができました。でさらにその戦国さんと対戦しながら3枚とか取ってくる人がいるんですよね。その言うたらボロボロだった時期からは考えられないような状況に今なってるということで、ものすごい感慨深く戦わせていただいたと言いますかね。で僕自身もそのマッチングが決まってからは勝てるとは、まあ、当然思ってはなかったんですけど、けどね勝つつもりでやると全力でやることに意味があるんだろうということでですね、その勝つために戦うみたいなね、姿勢で頑張ってきました。そしたら、前置きが長くなりましたが、リップの方を見ていただきたいかなと思います。はい、第一出世は川波さんとお読みするんですかね。レベル171の方でした。で虎を出して援軍を釣りにかかってます。援軍が入ってたんですよね。結構青の援軍、性能士の援軍ばっかりで嫌だなと思ってたんですけど、もしかしたら攻める直前だったのかな、なんか援軍が入ってたので、あこれチャンスやということで攻めさせていただいたんですけど、このレベルの相手になってくると援軍が入っててもそんな簡単に取れたりしないんですよね。
それでまあせっかく援軍入ってるのに取りこぼしたら嫌やなと思いながら出征してるんですけど、で打数1はこれどうだったんかなっていう感じは しますよね。白は右寄りですね。なんでまあ右から出したかったっていうところはあるんですけど、白の左の深いところにもですね奉仕塔が並んでるということで、ちょっと月影で壊したいなっていうのと、右は支流プラスアルファ金古代があるということで、まあ車がバンバン壊されてしまうんだろうなということで、こういった出し方にしてます。で、転移で表以内のターゲットを取らせつつ主君を出して、で周囲を右上から出してるという感じですね。ちょっとこれ月影が入ってきそうですね。これは誤算でしたね。この瞬間、ああかんなと思ったんですけどね、まあもうしょうがないですよね。集積効かないので、どうしたらよかったんだろうかっていうところを考えるとですね、もうちょっとまあ転移を早く出すか、まあもしくはそのトラで壊す施設をもう少し考えるかといったところですよね。で一応近所鉄壁ということで能高じゃなかったんでね、その本来であればまあ塔を全部壊すことができてるっていうことやったら、まあ先行で取れるのかなということなんですけど、これ月影先行なんでね、このトンコウヘとかの数も限られてるっていうのがありますよね。しかも施設全体もまあ昨今硬くなってますから、破壊率 76% ぐらいではですね、もうさら地取れんかなという感じですよね。もう城にダメージ入れるもきついという感じですよね。はい、破壊率も 90% 超えておしまいというね、なんとも不甲斐ない結果に終わってしまったんですけど、ただ援軍が入ってるところって本当に少なくて、ここはなんとしても、取りたいということで、またまた元砲を使って兵の補充して武将も回復して同じ型を攻めてみました。2回目はどうなったでしょうか、見ていきましょう。はい、2回目はまあ同じことをやってもしょうがないだろうということで、右から一応その月位を出してみようかなというところですね。壊す施設もねこれぐらいしか壊れないと思うんですよね。もうこれ以上はどんだけ虎出しても壊れないと思います。まあ、無理やりにでも壊そうとしたこの同弱体ぐらいだったらワンチャン壊れる可能性もあるかなという感じですね。だまあそこまでして壊すことに意味があるのかと言われたらちょっと怪しいので、まあ、こんなもんで妥協するしかないのかなという気がしますね。ただこうなるとその左右対称の場合は先ほどと同じことになってしまうのかなと。月影がね早々に中に入ってしまって殺されるということにはなってしまいそうなんですけどね。この辺にね流れてくれたらね言うことないんですけどね。で、左から主君行ってますね今度は。で下から文王ですね。でこんな感じで転移と周囲を同時に出してるという感じですね。壺にはまればまあまあええ感じになりそうな感じなんですけどね。月影も思った方向に流れてくれました。ただここで支流にかかってね月影が死にかけるんですよね。耐えたとしてもねスキルゲージが減らされてるのでもうどうにもならないかなという感じがしますよね。で気がつけばさっきの方がまだ壊れてるっていう状況になってしまってますよね。もう無理ですね。ここでもう諦めたんかな。はい、硬いな本当に。まあそれは模擬10回も20回も一挙ったらね取れるとは思うんですけど、それでははっきり言って意味がないですからね。本番一発二発で取らないかんということになったらちょっと厳しかったかな。めちゃめちゃ攻めにくい陣形でした。そしたら次第3出世見ていきましょう。はい、第3出世はリオンさんとお読みするんですかね。この方もレベル171の方です。でここは何としてもまた援軍が入ってたのでね取りたいということでかなり虎を丁寧に出していってます。この今上下に虎を出しましたが、この射撃塔は壊したいぞと思いながら出してますね。
いや綺麗に壊れたんじゃないでしょうか。この虎の使い方は自分の中ではかなり満足してる感じなんで、これはいけたぞと思いましたね。私のプレゼントちゃんと受け取って。さあ、それがただの勘違いでなければと思いながらね、まあ内心ヒヤヒヤしながらは攻めております。で、城はかなり左に寄ってるんですよね。こういう陣形ってどうしても左から攻めたくなるんですけども、そうするとここらがね壊れなかったりっていうことがあるんですよね。なんでどうなんだろう、2枚とか狙いに行くんであればこの出し方でいいのかなという気はするんですけどね。で、割と早い段階で右から、シクマを出しております。で、ノータクは車で発動できてるという感じですね。これは車が左に、主城が左に寄ってるからということになってます。で、これ主君単発で出してたらもう右やったら即死なんでね、転移も一緒に出してるっていう感じですね。で、分を出して、周囲も出してるという感じですね。で、転移を突っ込まして、ここら辺が壊せるかな。バースクリーンも発動して打ってほしいんですけど、なんとか壊れていってますね。しかも、主城も車で落ちてます。なんで2枚は確保できたという感じですね。これはただまあこうなるであろうという読み通りかなという感じですけどね。こういう陣形はちょっと3枚は取れるか取れんかわからんですけど、2枚っていうことやったら割と取りやすい部類の陣形になってるんじゃないかなと思います。まあこれは個人差といいますか、個人の感覚でね、僕がこの陣形が得意だからそうやって思うだけかもしれませんけどね。はい、これでなんとか3枚取れました。いやー嬉しかったですね。もうホッとしましたね。また伊達天さんの時の2の前になるんかと思ってヒヤヒヤしてたんですけど、まあこれでだいぶ満足しました。そしたら第4出世見ていきましょう。はい、第4出世です。古典さんかな、商店さんかな、一応フレンドの方なんですけどね。で、援軍がこれはあれだったのかな、性能士だったのかな。なんでまあ割とその援軍を釣るというようなことはやってないという感じなんですけどね。ここですよね。これ月影が生きれるのかというところですよね。金庫台もあって車はあまり活躍しそうにないですし、でしかもここで主君がね表情にかかってるんですよね。もうなんかこうパニクってるような感じの攻め方になってますよね。もう全然組み立てができてないというかね、まあ、正直ちょっとどう攻めたらいいのかわからなかったっていうのはありますね。割とこうやってそのゴールが見えていないような状況で攻めると大体失敗しますね、やっぱりね。はい、月星仕事してねえなー。これで文王もまあぼちぼち死ぬということで、これはひどいリプですね。もう少し先のことまで考えて攻めないと、まあこんなことになってしまうということですね。回復報酬とあと改造射撃とで射撃とも1本残ってるということで、もう途中で諦めたという形になってますね。これは削りの出世で1131ということになっております。やはり厳しい相手からとなったら、まあ僕の成績言ったらこんなもんなんかなという感じはしますけどね。1回ぐらい、1回および2回ぐらいさらち取れたらいいかなという感じなんですけどね。いや本当にね、普段からでもレベル171とかの方しか、まあ軍団戦とかやったら当たらんことがね多いんですけど、戦国さんクラスの軍団になったらやっぱり細かいスペックまで高いですし、で陣形とかもねかなり考えて作られてるはずなんで、まあ伊達天さんの時と同様本当に取れないんですよね。もう不甲斐なくなると言いますか、まあ、しょうがないんですけどね。もう自分の実力不足なんで、こういった相手のからでも3枚取って帰ってくる人はおるんでね、まあもうしょうがないっちゃしょうがないんですけどね、練習せないかんなと思わされましたね。で、まあこんな相手の方ばっかりの中から奪還をしていかないかんと、しかも援軍も性能士っていうことになったら、
まあ普通に攻めたんでは3枚取れんぞということでですね、奪還は2枚狙いでやってきました。でなんか2枚取れる確率高い編成ないかなということでいろいろ考えて、でこれだっていうのをまあ一応見つけて、でそのやり方で攻めたという感じになってます。模擬も久しぶりに行きまくりましたね、この日曜日はね。なんとか奪還が始まるまでに2枚は取れるようになりたいと思いながら模擬を頑張った上での奪還という感じになってます。どのようになったのか見ていきましょう。はい、奪還です。まずは文を右から出します。援軍は性能士なんで釣りにかかってないです。で、下から天員を出して、で守りながら主君を出しております。でまあこれでお分かりいただいたかなと思うんですけど、右下からリュモを行きたいかなと思ってます。で周囲を出してという感じですね。であとはその天を突っ込むタイミングなんですけど、こんな感じで突っ込んだら、虎と車を大量に出しております。で車に中に入ってもらいたいということなんですね。はい、ずんずん車が入っててます。でなぜ車なのかというところなんですけど、車ってねその宝の特殊属性で自爆がつくんですね。1台壊れるごとにダメージが1000何歩入るっていう属性があるんですよ。これを利用して車が中の施設を壊す、しかもターゲットも取ってくれる、なおかつその車が壊れた時に城にもダメージを入れてくれるっていうのに期待して出したんですけど、で一応城はこれ多分リュモでターゲット取れるんですよ、こんな感じでね。ここまで、まあ、破壊率を進められているという段階では良かったかなと思うんですけど、ここでノータカがね発動してしまって、で、こんな感じでちょっと取れないという感じになってしまいましたね。この支流のその言うたらスキルをね誘発できたら良かったんですけど、でこっからね普通だったら、普通って言うたらいいんかな、あの城落とす手はあるんですよ。それがこんな感じで太平を突っ込まして、城を削っていくっていうやり方なんですけど、残念ながらねこの回復報酬塔が壊れてないので、城へのダメージっていうのが、まあ帳消しになってるのプラスアルファ射撃塔も残ってて、城が落ちないと狼が殺されてしまうという結果になって、こんな感じで取れなかったという感じになってますね。いやー、ノータカが恨めしいですね、これはね。まあ、もう奪還が決まらないですね。前回の軍団戦は決まったんかな。で、このやり方、この言うたら軍団戦ダイアリーの奪還でしっかり決めて、で、皆さんに紹介するという動画を作りたかったんですけど、このようにまあちょっと取れんことがあるということやったらね、なかなか紹介するのはしにくいんですけど、大体この言うたら攻め方で奪還成功率っていうのは5割ぐらいかなと思います。でまあその5割の悪い方が出てしまったかなという感じだったんですけど、割とガチガチの方に対しても一生懸命練習させていただいたんですけど、まあ2回に1回ぐらいは変な陣形でなかったら取れるかなという感じなんですけどね、ちょっと失敗してしまったのが残念ですけども、また同じそうですね、作らせてもらおうかなどうかなというところですけども、まあ動画にしてみてもいいかなと思った場合、先ほどのその車を使った奪還編成ですねのコツみたいなのもお伝えできたらなというふうに思っております。そしたら今週のベスト奪還見ていきましょう。はい、今週のベスト奪還はオチさんですね。こんな感じで、まずはトーン公平を出して、この改造投石車って虎でめちゃめちゃ壊しにくいんですよ。なんでトンコヘを使ってということですね。で壊れましたね。で相手の援護が出てきたという感じですね。性能士ですね、鬱陶しいですね。で先に言うときますけど、今回のリップは3枚取れておりませんっていうのがですね、割とさっきの僕の考え方に近くて、まあ硬い相手でさらに性能士
の援軍となったら、まあそうそう取れるもんじゃないと。1枚から3枚みたいな攻め方をするよりは2枚狙いで行った方がいいんじゃないかという考えのもと、こういった攻めになってるんじゃないかなと思います。で、弓騎兵をねうまく出してね、サイドカットをしていってますよね。これで月影の流れる位置っていうのが決まってきました。下に流れますよね。これは相当月影が長生きするんじゃないかなと思います。うまいですよね。これはテクニシャンだと思いました。で、天衣を突っ込まして、後ろにもダメージがちょっと入ってますね。ここで死んでという感じですね。この月影がね、この五雷とか、ひょいで壊してしもたね、この五雷を狙うときになんとか城にダメージ入れれたらなと思うんですけど、この月影の流し方はお見事ですね。しかしまあここでバスクリンが発動して、主城が回復してしまうというね、鬱陶しいですね。ただかなり周りは削れてきてますよね。で、旅網で締めに入りたいと考えてると思うんですけど、主君がね割と長生きして、なかなか旅網が出せないという感じになってますよね。あんまり旅網を早出しすぎたら、この主君がスキル打った時に曹操のスキルが誘発されて、旅網が曹操の方に行っちゃうんですよね。なんでその昔の先行と違って、その曹操がいる相手に旅網で城落としにかかる時は、やっぱり武将が全部死んでから出ないと無理ですね。で、死竜を狙わして虎でターゲットは外すんですけども、その主君にスキルが誘発されて主君の方に行きましたね。ただまあこんな感じで城にはダメージが入ってってる。で、ここで能高が発動して、これ取れるの取れないのというところなんですけども、はい、取れましたね。で、これもう3枚取れたかなと思いきやですね、これ時間が足りないんですよ。もったいないと言いますか、もうしょうがないですよね。武将を生かすということに特化して、うまくサイドカットをかまして中にバンバンスキル打ってくれたんですけど、長生きしすぎた結果3枚にならなかったということですね。ただこのオチさんの狙いとしては2枚取れればいいやというつもりで出征してるはずなんで、これはまあ大成功だったかなということですね。本当にめちゃめちゃうまいなと思いました。で、ちなみにオチさんは僕が冒頭で述べさせていただいた昔話のね、サムライジャパンの創設期じゃないわ、僕が入団した時期に、この団に入団してくれた方ということで、あんまり差がないんですよね。僕の方がちょっとだけ早めに入っただけということになってるんですけども、本当に長い間うちの軍団で頑張ってくれてる方ですね。先行の腕っていうのもですね、うちの軍団でも4本の指に入るんじゃないかというぐらい上手い方ということですね。勉強させていただきました。ありがとうございます。そしたら、うちが3枚取れたレプというのを見ていきましょう。あら、3枚になってないやんか。ただね、ちょっと先に言うてしまうと、今回奪還で3枚取れたん三田真也さんだけだったんですよ。なんでちょっとこれはカットせずにこのままにしたいかなと思います。いやー厳しいな、本当に厳しいな。そしたらうちが勝てたのかというとこなんですけど、はい、ボロ負けですね。最近では一番点差つけられたんじゃないかなと思います。やはり日本一の軍団すごかったですね。強かったです。ただね、勝ててたとしたら
もううちが日本一名乗ってもいいというレベルになってたと思うんでね、悔しかったですね。まあただこれで終わりじゃないと思ってますんでね、その高3の高校野球で負けたとかいうわけじゃないので、まだまだ天部は続いていきます。でうちの軍団もね、今後強くなるのか弱くなるのかそれは分かりませんけども、まあやる以上ですね、上の方に行けたらいいなと思いながら頑張っていきたいかなと思うんで、次対戦するときにはですね、あ、侍ジャパン強なったなと言ってもらえるようにですね、頑張っていきたいかなというふうに思っております。今回は名前を伏せずにお届けさせていただきました。それはね、戦国さんのご協力があってこそのことです。皆さんどうもありがとうございました。おかげさまで、このような感じでですね、普段のように名前を伏せることなく動画を作ることができました。また対戦するときはですね、胸を貸していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターへのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。